噂のグルメスポットを訪ねる東京美食。今日は下北沢にあるとっておきのお店に伺います。おしゃれな上にお料理のこだわりもすごいらしいですね。では行きましょうか。氷川きよしさんに似てるとか。お店の自慢の一品はない。フラノベーコンのペペロンチーノというパスタの一品なんですけども、北海道フラノ牧場から直送したベーコンを使用しておりまして、すごく旨味のあるベーコンなので、イタリアのトスカーナから直送されたすごいフレッシュなオリーブオイルを使っているので、おすすめですね。はい。あとおすすめの一品。はい。あとはそうですね、バーニャカウダーというメニューがございまして、アンチョビクリームのソースにつけてディップするメニューなんですけど、全部鳥取県産のお野菜を使用しておりまして、黄色い人参とか、珍しいお野菜でございますので、ね、飲み物は世田谷の夕日をイメージした世田谷サンセットというノンアルコールカクテルがあるので、よろしければ、ではそちらをお願いします。はい、お願いします。お願いします。キストロバージンオリーブオイル、すごく新鮮なオリーブオイルなんですけど、こちらはまず火にかけていないフライパンに使用します。ニンニク、細かくみじん切りにした方がかなり香りが出るので、こちらを入れます。で、じっくりこうニンニクの香りをオイルに移すことで、全体にガーリックの香りが渡るので、具材を入れます。本日はフラノベーコンで、フルーツトマトですね。これが結構味の決め手になって、トマトの酸味がすごくパスタの深みに変わるので、調味料としてトマトを使われると家庭でも違いが出るかと思います。唐辛子、こちらは乾燥唐辛子があるので、こちらの種を入れたまま入れると辛みが引き立つので、目安としてトマトのちょっと赤いジュースがフライパンの中に入れた時がポイントだと考えていただきます。パスタを作る際に乳化というのがポイントになっていまして、乳化というのはオイルと水を混ぜ合わせることなんです。パスタの茹で汁を使います。1人前に対して 100cc、 フライパンを回しながらソースがここに、これが乳化、うまくできている。はい、必ず塩は少しずつ。ペペロンチーノなので、うちはちょっと細いパスタ。で、ソースとよく合います。で、こちらに一回火を止めて、キストロバージンオリーブオイル、こちらを軽く塩、香り付けにつけます。はい、仕上げて、くるっと回して、一体感。50インチの大型テレビなんですけど、貸し切りパーティーとも当店よくお客様にご利用いただくんですけど、その際にお客様が好きな映像だったりとか出したりしてます。
あ、じゃあちょっとテストです。あ、いいね。なんか行きますね。はい、こういった形でオリジナルのものを美味しそう。いただきます。すごい色が鮮やか、お肉が分厚くて美味しそう。いただきます。上品な味わいを作り上げてくれてるような感じが、すごい私好きです。トマト甘いです。このアンチョビのソースにもよく合って美味しいです。した中に深みもある感じがして、癖になる味がします。この動画を見てお店に来てくれるアメリカンレジェンドをお願いします。はい、ストラバージンオリーブオイル、はい、こちら250ミリリットルのお料理をお食べください。バニラアイスとかに